こんにちは、農林水産省の末松でございます。本日はお忙しい中、多くの皆さんにお越しいただきありがとうございます。今回は8月6日に米をテーマに開催させていただいた第1回の引き継ぎという野菜ということであります。このマッチング、ミーティング、やっぱりこういうことにおいがですね、いろいろ、農業の現場を変えていくという思いを、非常に強くしております。野菜については、いろんな、新しい可能性があるというふうに思っています。補助の肥料さんの制約とかですね、そういうものを、なく、いろんな可能性がある、作物じゃないかというふうに思っています。今回は生産現場でのニーズとして、気象条件や補助状態に対する、データを踏まえた栽培管理という話とか、効率的で迅速な防除技術、そして農作物運搬の労力軽減について多くの要望が寄せられているということでありますので、このため民間企業の方からは生育状態を見える化して適切な栽培管理方法を提示できる環境計測システムとか栽培センサー、また農薬散布の単色化や土壌の栄養状態を把握できるドローン、農業者を自動追尾し運搬を行うことがそういうことについて提案をいただくことにしています。どういう技術があってどういうニーズがあるかというのはですね、我々役所で考えているだけではですね、つながらないということがあります。現実に要望とそれからある技術、それをですね、一緒に出して議論して進んでいくというのが非常に大事だというふうに思います。私は個人 の, 自分のことになりますが、前職経済産業省で研究開発の担当をしていました。日本っていろんな技術がどん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 生まれているところがあります。一方でですね、いい技術があるのにそのまま花開かずになくなっていくのもたくさんあります。それはなぜかというと、ニーズとそれから技術の間のですね、壁がすごくあると。いいと思ってるんだけど、それが何にいいかがわからないまま、開発されて、また、花開かずに終わってしまうもの、あとそれから、ニーズの側もですね、こういうのがあるのに、どういうことをしたらいいかっていうことがわからないということがあると思います。これはですね、最初から予定調和的に全部ですね、うまくいくっていうことではないと思うので、皆さんがこう要望されるものが今日あるかどうかはわからないけど、多分あるんじゃないかと、またこの技術が何に使われるかわからないけど、こういうことだったらいいんじゃないかという話をですね、お互いにいろいろ教えていただきながらあって、まさにマッチングということが今非常に重要な時期だというふうに思っております。せっかくですので今日ある技術を見ていただくとともに、またお互いのですね、持っているもの、それから欲しいものについてのですね、意見交換をぜひしていただきたいというふうに思います。農林水産省といたしましては、今農業者の皆様のニーズに合った技術を検索でできるつながる農業技術サイトですとか、いろいろな準備をしています。これからはですね、政策においても最新の技術をどういうふうに皆様に役立てていくか、そういう視点でですね、いろいろな政策を進めていきたいというふうに思っております。結びに、本日この場からですね、農業を大きく発展させるつながりが多数生まれることを記念して、私からの挨拶させていただきます。本日はよろしくお願いします。ありがとうございました。